なんかお札に見えるっていう人もいれば、お札、私フライドポテトに見えるとか全くなんだかわからないので、うん、めちゃくちゃいいものじゃないですか。幽霊じゃなくて、あの、うん、UFO なんですよ。完璧ですね、これ夜中とかに見ると顔が違うんですよ。実はその僕スミスさんにお会いした時にちょっと聞きたいなと思ったことがありまして、はい、その僕が独立したばかり14年ぐらい前だと思うんですけど、はい、その、まあ、家で仕事しててでと何気なくうちの愛犬を撮った写真に不思議なものがこう映り込んで、はい、テレビに映り込んですけど、はい、ここ何なんだっていうのがプロのカメラマンに聞いても映り込んでるっていうか、え、何ですかこれ。これ全く分からないんです。映り込んでるっていうのとまたちょっと違くないですか。何なんですかこれ。全く分からなくて、その技術的にこう撮ることもできないだろうし、うん、何だか分からないし、いわゆる霊能力者みたいなとか心霊系に聞いても何だか全然分からないって言われるんですけど、分かんないですね。なんか実は、うん、テレビに映り込んでるんじゃなくてその空間に、うん、ぶら下がってる、ぶら下がってるっていうか、なんか落ちてきてる可能性ありますよね。全然違うものが。そういうこと。たまたまテレビにかぶってるだけでってことなんですかね。いや、だとしても一体何すかこれ。わからないんですよこれ。なんかお札に見えるっていう人もいれば、お札、はい、私フライドポテトに見えるお腹空いてたんですか。お腹空いて後ろにでも五光みたいなのが刺してますもんね。そうなんですよ。ただこの写真を撮った数ヶ月後から急に仕事が上向いたんですよ。幸運の、なんか契約が7件ぐらい一気に決まって。さ、7件もすごいですね。はい、すごかったんです本当に。だから悪いことはないんだと思うんですけど、めちゃくちゃいいものじゃないですか。ただ全くなんだかわからないので、うんうん、似たようなものも見たことないですよ。そうなんです、そうなんですよ。なんかスミさんこういう写真とかなんかあったりとかっていうのはあるんですかね。いや、でもなんか最近あのツイッター見てて、はい、そういえば漫画家の清野徹さんがポストしてた、はい、ダミスさんの旦那さんの、そうそうそう、ツイッターが驚いちゃって、はい、すごい、でもあの方も見えそうな方ですもんね。でもなんか、うん、でも幽霊じゃなくて、うん、UFO なんですよ。へー、 あれさっき撮ってたし、 UFO 撮れたっつって清野さんがツイートを上げられてて、はい、あ、すごいなと思って見たんですけど、これ完璧ですねこれ。ですよね。発光してますもんねこれ。発光してて、でちょっとあの夫が写真やってるので、はい、夫にプロなんで、はい、聞いたら、いやレンズフレアではないし、これは UFO なんじゃって言ってたんで。それはでも完璧に見えますね。見えますよね、はい、まあ、すごいなって。でもあ、いるってまで撮ったのか、たまたま撮ったのか、どっちなんですかねこれって。あ、どっちって書いてたかな、そのいるって思って撮った、あ、いや撮ったら映ってますね。たまたまでもすごいですね。すごすますね。どっちだったかな。でも、ツイートで清野通る UFO とかで出てくるんで。はい、見てみよう。はい、いや、すごいね。やっぱりありますね、やっぱこういうことって。うん、さっきたまたま皆さんの話してたって言ってたけど、はいはい、私これ、なんか夜中とかに見ると顔が違うんですよ。本当に？それ一番怖い。そう。どんな顔になるんですか？なんかこう、表情がこう、なんですかね。なくなったり、なくなる、すごい笑ってたりする時があって、なんか見るたびに違うんですよね。そんなにスクショが、それとしてないです。もう寝ぼけてるんで。そうね、スクショ撮らないとね。でも美和さんのこれはなんで待ち受けにしてるんですか。ね、なんか演技そうなんだ。ツイッターでなんか演技がいいっていう風に聞いて、あ、実際でもなんかすごいすごい、あのやっぱ変わりました。オーラ。オーラ出てきたと思うんですよ。あなたのオーラがね。でもやっぱり、でも普通のことじゃないですもんね、あの方もね、やっぱりなんか、やっぱね、パワーがすごいもらえる気がするんですよ、やっぱり金髪とかが。あんな黄色い人いないもんね、うん。え、オーラ見える方ですか。いやー、なんかさ、僕ふんわりしてるので。え、私もふんわり見える方なんですよ。マジですか。はい。ちなみにどういうなんかブワ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 って見え始めて、いろんな色が見えるじゃないですか。はいはいはい、その中で一番強く出てる色みたいなのが、うん、その人の今一番の色なのかな、状況ですね、とか思ったりするんですか。だから、ね、色とかじゃないんですよ僕なんか。どんな感じですか。なんかね、なんていうんだ、その色じゃなくて、このなんていうの、こうそれこそ波みたいな、うんうん、なんでこう、あ、この時今調子悪いだなとか、うん、それこそあのイラストレーターの女が前お茶した時に、
なんかいつもとこのこういう受ける感じはなんか違うなと思って、なんかあの生理とか大丈夫って言ったら全然普通って言うんだけど、なんか絶対なんかあると思うから、うん、あの騙されたと思って行ってみてくれって言ったら子宮筋腫が多かったな。なんかそういう性器周りで感じたんですか、ね、そうですね。なんかそこの周りって割とこうやっぱあるじゃないですか、いろいろ。そうじゃないと生理ってちょっとパワハラですね。今の時代なんかね、こう黒多く見えたんですよ、なんとなく。へで、なんかこれあるんだなと思って言ったら、あって切ってきたって言って、すごい。で、なんか僕ほんと意図しない時に急に来るんですよ、それがなんか目が、目急に、はい、ガンと。いや、なんかちょっとちゃんと見ようかななんか自分でこのコントロールができないんですよ、僕は。なんかそっちの方が本当に見える感じなのかな。私やっぱこう訓練じゃないですけど、はいはいはい、じっと見てるとボワーって出てくるんですよ、はい、みたいなのが、はいはいはい、それで見えるようになった。見えるっていうか、これ多分誰でも見えると思うんですけど、うん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 、でもなんかそのありますよ、誰でも見えるってありますよね、うん、もうなんかその昔その千葉にいるのかな、お坊さんなんかうちのばあさん見てもらってたよく覚えてないんですけど、うん、そのいわゆるお化けを見るこのマインドというか、うん、モードに入る入り方を教えてやるって言われて、教えてほしい。あのそこそこなんか僕おっしゃるこのコップにこうテープをバッテンに貼るんですよ、うん、で下から針通して長方形の紙をこう対角線で折るんですよね、うん、とまあこういう M 字型になるんですよ、うんうん、でそれをこう針の真ん中に置いて、それをこうそれにこう集中してこうやって押してると、こうやって押してるとこっちにくるくるって回るし、うん、今度こっちだとこっちにくるくるって回るんですよ、うん、でこれをなんかこう練習してると手を上にこうやっておくだけでクルクルクルって回るんですよ。これ誰でもできるんですよ、絶対に、うんうん、これやりましょうか今度。今ね説明聞いてもちょっとよく分かんなかったもん、うんうん、はあ、なんかね僕だからその静電気で言えるんですけど、静電気ってくっつくじゃないですか、うん、明らかにこう押されるんですよ、こうやってなんかクル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 って、で手パッと離すと止まるんですよ、うん、これも何なの？何なんですかね。普通にこれやっただけじゃぐるぐるなんないんですか？これをまやんないと。なんか最初にこうやっててこうなんか指先から出てるイメージしてこうやってやって、これがなんかね動くようになってくると、うん、上にこうやって手回して右って思うと右にくるくるって回ったりするんですよ。でもこれは誰でもできるなんですよ、これ本当に。ただこれが何なのかは、うん、気候って話になジャンルの話なのか。多分そうですね。昨日の話なんですかね。でもそれが見れるね。これね、今ちょっとさてに用意しょこしょこじゃないのか。ね、あ、そうできるの。はい、ちょっと作ってきます、それ。